こんにちは2024年5月25日にカンヌ映画祭は閉幕しパルムドールはアメリカのショーン・ベイカー監督の「アノーラ」に贈られました今年のコンペ部門の審査委員長はバービーのグレタ・ガーウィック監督で日本の是枝裕和監督も審査員を務めましたパルムドールを受賞した「アノーラは」はロシアの新興財閥の御曹司と 衝動的に結婚したブルックリンのセックスワーカーが親族の猛反対に遭うというコメディですショーン・ベイカー監督はアメリカインディーズ映画の奇才と言われる才能のある監督ですベイカー監督は受賞スピーチでこの賞を過去、現在、そして未来の全てのセックスワーカーに捧げるとスピーチしましたアメリカ映画なので この作品は来年のアカデミー賞でも有力候補になるんじゃないでしょうか。映画関係者の間では、この作品を配給した会社にまた脚光が集まっています。この会社は2017年に設立したまだ若い会社のネオンという会社なんですが、過去5年間パルムドールを取った全ての映画を配給しているんですね。2020年はパラサイト・ハンチカの家族、 2021年は「タイタン」2022年「逆転のトライアングル」そして昨年「落下の解剖学」で今年が「アノーラ」です。パルム道路に続いてグランプリはインド映画の All we imagine at light この映画はムンバイの女性が若いルームメートと一緒に海沿いの村へ旅行に行きそこで出会うインド社会の性差別や 階級差別を炙り出すす作品ととのことです審査員賞のエミリア・ベレズはマフィアの犯罪者なんですけどもなんとミュージカルのようなんです。この映画は身を隠すためにメキシコのマフィアのボスが性転換するという話のようでこの作品で4名の女性が男優賞はアーレミノ・サンショウのジェシー・プレモンス。 脚本賞の「ザ・サブスタンス」は若返りを図りたい女性これデミムーアなんですけども、えー、彼女が禁断の薬によって陥ってしまう恐怖を描くちょっと怖いホラー映画みたいなんですねなんか面白そうですね監督賞はグランドツアーのミゲル・ゴメス監督が受賞しましまたこの映画は1917年の「ビルマ」が舞台で イギリスの公務員が結婚当日に失踪してしまいます。そして、彼を探しに婚約者がアジアをめぐるツアーに出るという話です。どうも今回、カンヌをすごく盛り上げたのは、特別賞のモハマド・ラスロフ監督、日本語で言う聖なる一軸の種という映画です。 この監督はイラン人なんですけども国家安全法で禁錮8年の実刑判決を受けているのに極秘脱出してカンヌにやってきたというんですね。この映画は2022年の反対性デモを背景に検察官の家族がそれにより引き裂かれる様を描くといった内容です。ある視点部門は主に若手監督を見いだし後押ししようという章で。 今年の最高賞は中国のブラックドッグに送られました。この映画、ゴビ砂漠近くのふるさとに帰った男が野良犬を排除するという仕事の中で一匹の犬に出会うといった話のようです。その他の賞は以下の通りです。短編映画部門は、えー、クロアチアのザマン服のリメインサイレン。そして、そして日本映画にまた新しい。 注目すべき才能が出現しました、えー、山中陽子監督のナミビアの砂漠これが国際映画批評家連盟賞を受賞しました主演は、えー、ドラマ不適切にも程があるで注目された河合由美さんですいや本当にこういう若い才能が出てくるっていうのは非常に嬉しいことですねこの賞は最近ではドライブマイカーが受賞していますので まあそういった意味では本当に期待できますよねこれからそして名誉パルムドールは長年のやっぱり映画に映画界に対する功績を評価されて日本のスタジオジブリが受賞していますそしてもう一人ジョージ・ルーカス監督が名誉パルムドールを受賞していますこれはプレゼンターがなんとフランシス・フォード・コッパラで これはちょっと感動的な瞬間だったですねコップラ監督は自分のメガロポリスでは何にももらえなかったんですが今年のカンヌには賞を渡しに来たんだなと思いましたショーン・ベイカー監督は受賞スピーチですごくいいことを言ったのでちょっとここでご紹介しましょう映画館で他者と一緒に鑑賞することは最高の共有体験の一つです 笑いや悲しみ怒り恐怖を共有しうまくいけば友人や全く知らない人たちと一緒に語り質を得る映画の未来は原点である映画館に帰するのです。今日も香港からお送りしましまたてなことで